ビクラマーディティア像ビクラマーディティアはインドの伝説的な王。ウッチャインオとしてインド全体を治めたと伝えられ、インドから蛮族、特に坂を追い払ってビクラマ起源を創始し、また文芸を進行した人物と伝えられる。ビクラマーディティアはプラーナ文献にはまだ見えておらず、時代の確実なものでは6世紀の仏教文献が最も古い。パラマールタのバスバンドゥンでは、 アヨーディアのビクラマーディティア王の時に、サーンキア学派のビンディアバーサが、バスバンドゥの死である、ブッダミトラを論破したため、バスバンドゥは、七十真実論を書いて、ビンディアバーサの説を論破し、またオジバーラーディティアに仏教を教え、王妃を出家させたという。現状、大東西域気巻きにも似た話が見え、シュラーバスティのビクラマーディティア王が、世神の死である、ニョイロン死を妬み、 ゲドと不公平な議論を行わせたため、尿意は舌を噛み切って死に、しばらくして、ビクラマーディティア王は国を失ったとする。デン・スヴァン・ジュ作のバーサバ・ダッターにはビクラマーディティアが、学問や芸術を擁護したことに言及する。ビクラマーディティアは、インドの説話集にしばしば現れる。カシミールのブリハット・カター系説話集である、カター、サリット・サーガラ及び、 ブリハット・カター・マンジャリーには、ビシャマシーラという巻きがあり、この巻きの主人公ビシャマシーラとは、ビクラ・マーディティアの別名である。ビクラ・マーディティアは、カター・サリット・サーガラに挿入された、説話集、ベーター・ラ・パン・チャ・ビーン・シャティカーの枠物語の主人公でもある。シン・ハーサナ・ドゥ・バートリン・シカーも、ビクラ・マーディティアを主人公とする説話集である。ビクラ・マーディティアは、 しばしば同様に伝説的なプラティシュターナ王、シャーリバーハナと何らかの関係があるとされる。この王の名は本来サータバーハナ朝の王の加盟に由来するが、伝説中では個人名として用いられる。伝説では、ビクラマーディティアとシャーリバーハナは反目しあった。軍事だけではなく、文化的にも対立し、ビクラマーディティアはサンスクリットを、 シャーリバーハラはプラークリットを擁護したとされる。ビクラマーディティアノとは通常チャインとされるが、カター、サリットサーガラなど古い時代のものでは、パータリプトラとされることもある。13世紀の先制術書、ジオーティルビダーバラナによると、ビクラマーディティアの宮廷には、多数の学者や詩人を抱えていたが、中でも9人が優れていて、旧宝と呼ばれていた。その中には、詩人、 劇作家のカーリダーサ、天文学者のバラーハミヒラ、文法学者のバラルチラがあったという。カーリダーサをビクラマーディティアの宮廷詩人とする文献はこれ、以前にも見られる。ジャイナ教では12世紀以降にビクラマーディティアの伝説が出現し、13世紀末には確立した。ジャイナ教とは、知った聖なディバーからをビクラマーディティアの同時大臣と見る傾向があり。 上記のナバラトナの一人であるクシャッパナカと、知ったセーナを同一人物とする説も存在する。伝説の一つでは、サータバーハナを恐れたビクラマーディティアが、プラティシュターナを攻撃するが、サータバーハナの人通力に敗北したとする。年代不詳のカーラカ物語では、主人公のカーラカの妹であるサラスバティが、ウッジャインをガルダビラに誘拐されたため、カーラカは、サカの力を借りて、 ガルダビラを破る。その後はサカがウッチャインを支配したが、ビクラマーディティアによってサカは追い払われ、この年がビクラマ起源になった。しかし135年後にサカが再び勢力を振るい、サカ起源を立てたとする。メールトゥンガのテイラー・バディでは、マハラビーラ以降の王朝について記しているが、ビクラマーディティアをガルダビラの子で60年間にわたって在位したとする。 ビクラマ紀元は紀元前58年を暦元としているが、この記念法は古い碑文ではクリタ、またはマーラバなどと呼ばれており、ビクラマの名で呼ばれるようになったのは9世紀以降である。ため、ビクラマアディティアをビクラマ紀元と結びつけて紀元前1世紀の人物と考える必然性はない。したがってこの年に坂を打ち破ったという話も単なる伝説に過ぎず、 史実であると考える理由は存在しない。グプタ朝のチャンドラグプタ二世の後悔にビクラマ、ビクラマアンカ、ビクラマアディティアの名を記しているものがあり、他にもビクラマアディティアを称した王があった。チャンドラグプタ二世の父であるサムドラグプタはほぼ同義のパラアクラマアンカの称号を使用した。アーディティアやアンカで終わる王名はグプタ朝時代に始まる。また、グプタ朝は サカと戦った。グプタ朝ではまた、グプタ起源が使われた。サルカールによると、最初は、チャンドラグプタ二世紀の自席から、ビクラマーディテア王の伝説が生まれたが、グプタ城の他の王の自席も後に伝説に加わったと、考えられるという。また、シーラーディティアという、同じアーディティアで終わる名前を使用したハルシャバルダナとの、混同も起きている。チャールキアの王のうち6人が、 ビクラマーディティアの名を称した。特に後期チャールキア朝のビクラマーディティア6世は、伝説の王を真似て、自らの即位念をチャールキア・ビクラマ起源とした。新しくは16世紀にデリーを占領したヘイムーがビクラマーディティアを称した。ヘイムーを破ったアクバルはビクラマーディティアに倣って、アブルファズル、トーダル、マル、アブドゥルラヒーム・ハーン、マーン・シングラの9人を、 ヤバらとなとして優遇した。2013年にロシアからインド海軍に引き渡された航空母艦アドミラルゴルシコフをビクラマーディティアに改名した。ありがとうございます。